はい、ではですね、20時40分になりました。3月19日の相場解説、ドル円の1時間を見ています。まず朝なんですけども、朝は私はダブルトップを疑いました。こことここを結んでダブルトップになるから、もしかしたらこういうふうにね、下がっていくかもしれないと。その時はこのトレンドラインを割ったら売りで仕掛けていこうかなっていうふうにお話しましたよね。でも実際はそうはならなかった。だから私はこういうふうに考えました。今度はですね、このレジサポラインが打ち破られて上の方に行ったもんですから、一旦下がってもですね、 N を書くようにして上昇するんではないかなということですよね。要するにこれがレジサポ転換したわけですよ。ゾーンというやつですね。まあ、ですんで初心者の方はここで入ることができたと思います。ここです。ネックラインのここから上昇するのを確認してエントリーできたかなと思うんですよね。で今ねわずかですけどもテイクプロフィットできてるんじゃないかなと思います。上級者の方はもちろんここですよ。この N の字のレジサポライン、レジサポ転換したわけですから、要するにここに当たって跳ね返って下に行った、ここに行って跳ね返って下に行かなかった、だからここ突き破って行った時にこのゾーンがですね、レジサポ転換したと見るんですよね。まあ、そうなると今度はここね、上昇していくことが分かるわけですから、根っこから入ることができたわけですよね。はい。で中級者の方は根っこから入ることはできなかったけども、根っこが伸びていくところでここで入れたと思います。で今回ね、それがちょっと分かんなかったよって方は、今回の動画をよく覚えておいてください。これね、何回も出てくるパターンですからね。で肝心なのは一番最初にダブルトップを疑ったってことなんですよ。要するにこの2トップが把握できていたかどうかによって、この N 波動が捉えられるかどうかっていうのが本当に重要になってくるんですよ。これ中丸豊田も言ってますけどもね、ここ同じパターンでここの力点で跳ね返って大きく上に上昇するって形ですよね。はい、今日はですね、素晴らしい、まあ、相場解説ができたかなと思います。まあ、N 波動が完成するんではないかなっていうふうなメールも何件かいただいて、その通りだよってお答えもしました。で別の時間軸では大きく下に下がるっていう予測もね、できるわけなんですよ。できるけども、結果は1日終わってみたらこうなったってことですよね。で今日もね、大きな利益取れたと思います。本当に今年に入って相場解説すればするほどその通りになっていく、もしくはこうはならないんじゃないかなっていうことが実現していくみたいなね、そんなことを言っています。で大きくちょっと今日は振り返って終わろうと思いますけども、何が言いたいかというとですね、窓埋めのことなんですよ。月曜日のことですよ、窓が開いたっていうのは。で窓埋めに行くよっていう風な動画もね、撮りましたよね。窓どうですか、埋まりましたよね。ズバッと埋まって、ズバッと埋まって、そして窓をまたレジサポラインにして、こういう風にね N 書いて、で2つの力点を結んだゾーンからまた反転していってるわけでしょ。だからこういう風に力点が意識できると、もうどんどん面白いの取れるんですよ。今回のこのね、波動、こっから始まる波動、すべて取れた方もいるんじゃないかなと思いますよね。で、もう一つ肝心なこと言いましょうか。ここにですね、陰線と陽線ありますよね。で、下に下がった青い線と同じぐらい赤い線ができてます。ここでサポートラインができるんですよ、こういうふうに。こっからもう下に下がらないよっていうふうな横線ですよね。わかりますかね。だから陰線と陽線が並んだ時って非常にこれが起こりやすいんですよ。これもだからちょっとね、覚えておいてもらいたいかなと思います。で昨日ちょっとお話ししましたけども、ヒゲの後にはヒゲと反対方向に伸びるってことですよね。こうヒゲ出てますよね。ヒゲと反対方向に伸びるってこと。ヒゲの話はこれからも何回も出てくると思いますんで、今の時点で納得できなくても大丈夫です。私はしつこくこれヒゲが出てますから、次のエントリーはこっちですよ、バイですよ、セルですよって言っていきますから。それでは本日もありがとうございました。